え僕は救急技大学薬学部出身の申し訳ですが、最近糸引きデスマフィンや HHCH 配合のグミなど危険な食品騒動が話題ですが、両方とも厚生労働省が動いているですが、今後デスマフィンとグミの製造合社はどうなっているのでしょうか えっと、法律上は問題ないという話だと思うんですよね。あの、デスマフィンの方は、ま、あ一応その保険所に届け出を出して、で今、ま、営業しないらしいんですけど、一応あの、保険所に届け出を出して回収をすれば、特にあの、それで、まあ、営業停止何日かで、その後問題ないよねってなると思います。で、グミの方のあの、大麻成分が入ってるやつも、一応その、大麻成分自体は合法のものなので、あの、THC を使うという方なんですけど、合法な大麻に入っている成分を使ってる上で合法なので、特に問題はないという形になると思うんですけど、まあ、あるとすると、 その法律改正なり、その法令改正なりして、この成分というのはグミに頂けません。っていうのをやるかどうかなんですけど。ただ、あのあんまりその大麻成分のそのこの成分危険です。アウトです。っていうのをちゃんとやっちゃうと、そのうち多分あの七味唐辛子が違法になっちゃうんですよね。あの七味唐辛子ってその唐辛子だったり柚子だったり。あと5個何入ってんだっけ？胡椒を あと何全然出てこないんだけど、まあ、その、中、七味って言われる7種類の唐辛子の中に、朝飲みが入ってるんですよ。で、朝飲みというのが、あの、大麻の種なんですよ。で、一応その大麻の種が入ってるんですけど、あの、熱処理をすることによって、七味、ごままありますね。なので、あの、熱処理をすることによって、それを土に植えても発芽しないよね。なので、七味唐辛子として普通に食いますっていう話になっちゃうんですけど、 ただ、その、熱処理をしたとしても、その、大麻の種に、その、まあ、もちろん大麻と同じ成分が入ってるわけですよ。で、その、メーテース量の THC の成分は入ってないんですけど、じゃあその HHCH だったりみたいな、別のその、大麻の成分というのが入ってたりするので、そうすると、七味唐辛子が違法な食べ物になってしまうと。 っていう感じで、まあ別にあの、趣味じゃなくて、ろくみでいいんじゃねっていう人もいると思うんですけど、一応そのなんかあの、昔から日本ではその、京都の方で七み唐辛子を売ってたりして、っていう、ある種七み唐辛子というのは文化なんですよね。別にじゃあその、世の中に醤油なくして全員ソースで卵焼き食えばいいじゃんっていうので、確かに死にはしないんですけど、 でもその醤油を食べるとか、しみ唐辛子を食べるというのは、その文化なので、で、そこの文化を制限する必要あるのってなっちゃうと、別になんか普通にしみ唐辛子食ってる人で何かトラブルを起こした人っていないわけじゃないですか。なんかしみ唐辛子を食ったせいでなんか人を殺しましたみたいな人はあんまりいないので、まあ、あの、辛すぎてなんかあの、ライブをこうやらないで中心にして帰っちゃった有名なアーティストの人とかいますけど、まあ、っていうのがあるぐらいで、しみ唐辛子自体が悪いというわけではないんですよね。 なので、その、大麻の成分というのを制限することによって、シミトカラシ自体がアウトってなっちゃうと、それはそれでどうなのってなるので、なので、その、割と合成麻薬だったり、そのなんかあの、脱法ハーブ的なやつっていうのは結構成分が制限されることが多かったんですけど、大麻周りの成分に関しては、その、そこら辺の規制というのはちょっと難しいんじゃないかなというふうに思ってます。 えー、いろいろさん、こんにちは。補足ですが、HHCH は、大麻に含まれない合成麻薬成分。あ、そうなんだ。えー、グミを配ったことなく、成分に注目を集めた時点で、C 的なものがあります。今回、HHCP などの次の合成物ができた場合、A、TH より危険な物質が理想するリスクもあります。ここ、新しい問題グラディムスクレーターの場合、今度、どった高となりますかえ、多分、脱法ハーブの時代も、あの、やばいやつ食品は、バンバンバンするっていうのを、厚生労働省がやってたので、なので、大麻と関係ないんだったら、HHCH も、あ、CH も、多分、普通にあの、これダメな薬品の一つですって形で、 あの、厚生労働省の法令で確か、あの薬品の制限できるんですよね。なので、厚生労働省がそこのあの危ない薬品リストに入れればいいんじゃないかなと思いますけど広域アフリカに置いてきたっていう動画がアベマープライムに上がってると思うんですけど、あの、完全に飛ばされてるんですけど、あの、オチワロンゴっていうナミビアの国に行った時に、あの、トゲが生えた植物があって、で、それを開けると黒い種が入ってて、 で、その黒い種っていうのが、あの、幻覚を生む作用があるっぽいんですよ。あの、国境の国、あの、その、隣の国ザンビアなんですけど、ザンビアに行くまでには車8時間ぐらいで、あの、めっちゃ暇だから、これ食ってみようって言って、食ってるんですよ。で、結局あの、幻覚も何にも起きなかったから、別に面白くも何もなかったんですけど、 っていう感じで、割と僕は、あの、合法であれば面白いからやっちゃうっていうタイプなんですよね。やったことがないのであれば体験としてやってみたいっていう。まあ、違法だったらやらなですよ。はい。入ったばっかりのハツを生で食べるのは怖くなかったですかあの牛の肉は日本のスーパーで何百 100g 何円くらいで売るそうですかえっと、一応、あの、心臓には寄生虫がつかないので、あの、温度が高くてずっと追い続けてるので寄生虫がつかないので、なので、あの、ハツは生で食べても大丈夫って、東出さんが言ってたから大丈夫だと思いました。 ただ、あの、カットされてるんですけど、あの初、あの、バケツの水で洗ってるんですけど、あのバケツって、あの、牛の小腸とかも、ちょっと洗ってる、入れてるので濁ってるんですけど、で、牛の小腸って何が入ってるかっていうと、牛のうんこが入ってるんですよ。 なので、あの、牛のうんこが入ってるバケツの水で、ハツを洗って、それを食ってるんで、正確に言うと、ハツを生で食べるより、あの水を食うことの方が、僕はリスクが高いと思ってたんですけど、とはいえ、あの、全然大丈夫でした。美味しかったです。えー、よくあの、ね、えたの知ないお酒と葉っぱとかすいません。誰か味見してみるのか知らないすです。あとはアフリカってチップ文化ないんでしたっけそういう風景ないので、あ、チップ文化ないです。まあ、ヨーロッパもチップ文化ないので、 ヨーロッパ、アフリカはそういう意味では旅しやすいですね。まあでもお酒も別に現地の人が飲んでるものだから大丈夫っしょっていうのと、葉っぱも別に現地の人が吸ってるものだから大丈夫っしょっていうのがあるので、割とまあ現地の人が吸ってれば大丈夫じゃねえのっていう感覚で僕は食べ物とか水とか飲んじゃってますね。えー、自分もインドに6ヶ月行ってましたが、葉巻とか怪しい酒のペットボトル通りよく飲むなと思ったんですが、最悪死んでもいいということですかえっと死にはしません。 まず、は巻きを知って死ぬことはありません。あの、その、きのニコチンが強くて、なんかニコチン中毒になって気持ち悪いってなることはあります。で、えっと、怪しい酒、カチャス、あの、トウモロコシで作られた上流酒上流のカチャスなんですけど、たまに死ぬ人がいます。<laughs> ただ、あの、えっとね、その、トウモロコシで上流した場合に、あの、メタノールが入るらしいんですよ。 あのまあ、普通のアルコールっていうのはその、アルコールっていくら飲んでも大丈夫なんですけど、そのメチルアルコールっていうものが含まれる場合があって、その場合は体に害があって失明する場合もあったりするので、あのカチャスは飲まない方がいいですっていうのは書かれていることがあります。なんですけど、そんなにいっぱい飲まなければ大丈夫らしいです。<laughs> あの一応その いや、あの、メチラル,ルコール飲んじゃう人って、まあ、そもそもアルチューの人で、少量飲む分には、そこまで体に害はないんですけど、結構多く飲んじゃって、あちらに行かれてしまうっていうのがあるので、なので、実は、その、一杯は飲んでないんですよ。あのまあ、コップ一杯飲んでますけど。なので、あのペットボトルの半分ぐらいしか飲んでないので、なのでまあ、それぐらいだったら大丈夫かなっていう判断です。他にしかなんか、すげえ量頼んじゃって、うん、全部食ったら、食中毒ですよ。<laughs> <laughs> もうせいろがありがてえそう3日目ぐらいから急にスケジュール変更みたいなのあっもうにだから食中毒になるとさ、うん、音が痛いんだよね。ああの汚い下のの方話 要はシャワー浴びてる音とかだけでもう痛みを感じちゃうのよあそういう外部の音が痛いのか外部の刺激とかが何でも嫌で音ですら刺激になるっていうので本当きついっていうのでせロガン飲んだら「あ治った」ってあ全然俺いける治ってよかったけどねあれをやっぱせロガン優秀だからそこから旅行用の僕のスーツケースには必ずセいろが入ってるああインドでも役に立ちました インドでセロが飲んでた。うん。あ、下痢になったし。一緒に行ったやつじゃないですか。あ、あ、別ですで。うんうんうん。セロが君スオとなんだっけ？ね、あの丸うん遠いの話？え、あの成分の話。成分自体は全部一緒なんだよね。セロが本物より偽物だん。ああ。だってあれあの木炭を焼いた後に出てくるなんか毒でしょ。そうそう毒で、あの腸の機能が完全に止まらなるでしょ。うん。で、その要は腹痛ってそのまあクレソートあクレソート。うん。だその 下痢とかも実は腸がやばいもの入ったから動かなきゃっていうので動きすぎていて筋肉痛みたいな状態に腸がなったりして痙攣してうん、うん、で余計痛いっていう状態なのでうん、うん、まずは麻痺させてしまえって言って毒を飲ませるっていうのがクレヨンソートなんだけどだからその他の国ではほとんどあれ使われないんだよねまあ毒だからね <laughs> だけどまあただ実際僕もだからセールがそれ知ってたからクレヨンソ,、はい、ソートだからあのいやないっしょと思ってたんだけどうん、うん ほかに本当薬もないと旅館で腹痛で本当きついですって言ったらセいろがんのほうがあるけどもって言っされていやいやいやと思ったけどもうこれしかないと思ったらあ治ったって言ってですねいやそっから僕セいろがんファンですよせいろがんの両方見た時に歯の痛みを止めるっていうのがさそう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 それも結局歯に詰めるんだよね虫歯のところに詰めると神経が破棄して痛くなくなるっていうねもうあれ知ってからやべえなとは思って僕だからね最後の手段のおすすめですって うん、そういう意味でセイロがんはほんと優秀うん、うん、でセイロがーイああ、うん遠いええせいロが臭いじゃん、うん、であれがその遠いであの砂糖でコーティングされてるやつは臭くないから、うん、飲みやすいしねあ僕旅行カバンに出っ張してもう多分ぶ10年以上も経つんだけどい<ー>ざという時を、うん、でまあ一回インドでは助かったうんインドで全部飲んだんだっけなえそんなに、うん、あのインドはあの本当に下痢になるのが普通 いや俺インと言ったけど全然 <laughs> まあ,あれ特殊な全<然> <laughs> まともないんだ詳しくはガジェット通信の記事の方でインドヨガ体験とか検索していただければ<あ>うんいやすごく珍しいインド旅行だと思う本当にまともな声量がなかったらこんなこと知られなかったからマジ感謝してる<あ>この人何があったんだろうなんかその前にあったんじゃないきっとあ手術の後遺症で痛い時これしかないよへえああそうなんだあでもそうも、ね、戦争中は重宝しそう もともとねロシアとの戦争の時に生まれて、うん、あのろがんのせいは正しいではなく制服のせいでロシアを制服する薬っていう、うん、ガチやばい菌の時は下痢手全部出さなきゃやばいですよねあそうですそうですあの、うん、本当に毒を入れた時はそうなんですけど食中毒2種類あって、うん、その毒は出し切ったんだけど、まあ、下痢でもう完全に僕流れてたんだけどうん、うん、流れてたけどその食中毒症状自体が腹痛になってるっていう時はせ露ろがんがくなあ<ー>あので、ね、すぐには飲んでないね僕。 もう水しか出ない状態まで我慢してた。飲んでもそうで。<ー>その何食ってもそのまま出るっていう状態まで行ってから、あ,あこれはもう毒がなくなって、あとは腹痛がその自分の過剰反応を得てるなっていう時に飲む。